皆さんこんにちは、車いじりバカです。最近ですね、私の動画が車いじり動画ではなく電子工作動画になりつつあることを危惧しております。そんな今日この頃でございます。前回ですね、ビートの純正オーディオが壊れてしまったということで、わざわざ中古のカロッツェリアのオーディオをオークションで買いまして、それを改造してやろうとやってですね、見事に失敗したわけなんですけれども、はい、ここでおさらいも含めて少し解説させてください。私のビートについてきた32年前の純正カーステが電源が突然切れるというトラブルに見舞われました。仕方がないので市販のカーステを買ってきてつけようと思い立ったんですが、実はビートのコンソールは一般的なワンディンサイズよりも横幅が狭く、普通のカーステをポン付けすることができないことが判明しました。そこでこの映像のようにフロントパネルが本体から分離できるカロッツェリアのカーステを中古で購入して、フロントパネルと本体部分をケーブルでつなぎ、フロントパネルだけをこの狭いコンソールの上に貼り付けてしまうという魔改造にトライしました。ただこの改造はですね、私の電子工作スキル不足により失敗に終わっております。これがビートシリーズ第8話のお話になります。そして前回ビートシリーズ第11話では、じゃあやっぱり純正カーステの問題の原因を探ろうとカーステ裏の配線を全部やり直したんですが、結果としてやはり純正カーステが壊れているということが明確になったというのがこれまでの流れになります。その動画を見た視聴者の方からですね、なんとうちにカロッツェリアのオーディオ1個余ってるからあげるよと。もうこんな嬉しいことあるでしょうか。感謝しかありません。ということでこのカロッツェリアのですね、 MVH790 という、これ前回私が落札したやつよりも Bluetooth がついてるということでアップグレードしております。素晴らしいです。でちょっと傷あるけど我慢してねとかつって送ってくれたんですけど、もうこんなもんタダでいただけるなんて本当にありがたい。これも同じようにですね、ここを押すとこのようにフロントパネルが外れる仕掛けになっております。ですのでですね、前回と同じ改造をやりたいと思います。こいつとこいつを分離できるようにこういうフラットケーブルでですね、つなぐということでやっていきたいと思います。で今回の作戦なんですけど、まずですね、この前回大失敗したよいしょこいつですね、こいつはもう取り外すのはやめようと、これをハンダ吸い取って上手に剥がして取るっていうのはですね、私のスキルでは無理ですということで諦めました。なので今回はですね、ちょっと見えるかな、ここに基板からこう突き抜けてる足が出てまして、もうこの足にですね、この線を直接ハンダ付けしてやろうと思います。これならできそうです、私でも多分。でこっち側はこの辺に穴でも開けて、このケーブルをここからニュニュッと出せばいいというふうにやろうと思ってます。それがまずできたとしてですね、今度こっち側にこのフラットケーブルの反対側をハンダ付けしないといけないんですけど、このハンダ付けもですね、こういうところに私が上手にハンダできるとは到底思えないので、先日休みに秋葉原へ行ってきまして、電気屋街をめちゃくちゃうろうろしましてですね楽しかったです。こんなの見つけました。こいつ230円で買ったんですけど、これ多分パソコンの基板とかのなんかやるパーツかなと思うんですけど、2ミリ幅でこういうふうに足が2本2列に並んでます。こいつをですね、上手に切ればこのようにですね、はい、このアイデアちょっと解説します。このアニメーションのように接点の部分に今回買ってきた部品をスポッとはめ込み、上からグルーガンなどで固めてしまえば接点へ直接ハンダ付けしなくても済むんじゃないかという算段です。ピンへのハンダ付けの方が難易度が低いと思ったからです。ああそうか、これでもオフセットしてんのかはい、めっちゃ悩んでこのパーツを買ったのに、この図のように接点の並びがオフセットしているというのにこの段になって初めて気づいたという始末です。ここに、こういうケーブルを作ったので、このケーブルを1個ずつハンダ付けしていこうと思います。俺のスキルでできるか頑張ります。
あれ、ああ一個飛ばしてる。一個飛んでる。もうでも外すの嫌やし、やめて、このまま行こう。はい、まずは第一難関突破。この線全部配線完了です。導通テストもしました、バッチリ。ちょっと一個だけ配線飛ばして判断しちゃったので、もうめんどくさいので付け替えてませんが、ちょっとややこしいことになってます。色が順番通りになってません。まあいいです、引き続き頑張ります。はい、近くで見ちゃいけませんけど、今回このためだけにハンダゴテも新調しましたし、さすがにハンダ付け作業が延べ6日に及んだので、だいぶコツをつかんで効率よくできるようになりました。まあでもこの技どこで使うねんって感じなんですけど。ついに配線だけできました。すげえすげえなこれ。結局こんな感じになりました。でケーブルで本体につながっています。これで動くでしょうか。ちょっとケーブルが短かったな。ケーブル台ケチっちゃったからな。こういうところケチるんだよな、無駄にな。まあいいや、また延長すればいいか。はい、つけてみよう。いよいよこいつをつけてみたいと思います。やってみます。まずはちょっとカプラーをつけます。 OK、 アンテナを挿します。それで計画では、まあこれはこの辺に掘り込んでおいて、こいつをまあこういう風に貼り付けると、こういう計画でした。電源入るでしょうか。キーを挿します。イグニッション、アクセサリーオンしました。お、ついた。いやった、嬉しい、ついた。やった、そうす、ラジオ、お、ラジオ、嬉しい、めっちゃ嬉しい。どうしたらいいんだ、操作方法が分からんけど。こうか。あ、ちょっとこうしたらいいんだ。898、これが Bluetooth ですね、こいつの。これ898なので、これで私携帯から Bluetooth で何か流すと著作権に引っかからないように自分の YouTube 動画を流しましょう。流しみよう。来い。いきます。お、来た。ライトは私ほぼいじってません。ハイビームだけ白っぽいのに変えました。というのは、ロービームがこれ HID で結構白くて明るいんですけど、ハイビームがすごくハロゲンで。はい。あとですね、なってる。このスモールライトがデイライト代わりにつくように、ちょっと配線をいじってやってます。やった。めっちゃ嬉しい。はい、ちょっと今エンジンつけてみたんですけど、オフ。Bluetooth、あ、そこ、これ Bluetooth つながるんだな。これいらなくなるじゃん。え、ちょっとでもこれせっかく2000円ぐらいで買ったんだけど。こっちの方が音が綺麗。そりゃそうか。Bluetooth 直だもんな。ナイス。ナイス。よく頑張りました。こうしようかな。で、ここになんか物入れ作ろうかな。嬉しい。よかった。まあ、で、この人はどうするか。
ちょっと考えます。これくださったことこさん、本当にありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。マジでありがとうございます。神様です。めっちゃ嬉しい。これちょっと使わせてもらいます。めっちゃ喜んでます。今日もご視聴ありがとうございました。それではまた。